ンビニで命の水を買いました。残念ながらノンアルコールですけど、まあ、これをね今からプレータンブラーにね移し替えて持っていきたいと思います。やはり現地でも冷たいまま飲みたいのでね、バイクの場合はねなかなかクーラーバッグとかねデイキャンプでね持っていくのってめんどくさいんですよね。できるだけ手間のかからないように簡単にできる方法でねやっていきたいと思います。うん、出てきた出てきた。今回こそね、このきちっとこの角型メッシン、これを使っての調理をね、やり上げたいと思います。前回のあの悔しさをね、払拭できるようにね、ちょっと今日は頑張ってやりたいと思います。で、今回ですね、これにプラスちょっと工夫しましてね、こういった100均で売ってるこのバーベキューのアルミセパレート皿と、このアルミタレ皿、これらもちょっとね、駆使しながらちょっとやっていこうかなと思っております。まあどうなるかわかりませんけども、まあ、ひとまずやってみたいと思います。ちょっとねハサミね持ってくの忘れたんですよね。ですのでこのねオピネルで慎重に切っていきたいと思います。はい、こうやってね2つに分けました。こちらにねちょっと入れていきたいと思います。こちらにねご飯の入れるスペースを作りまして、こちらにおかずスペースを作りたいと思います。使うのがこちらタレの皿ですね。これをこれも強引に形を作って入れます。これのいいところはね形を作りやすいんですよね。自由自在に臨機応変。あとまあこちらのスペースはねこのアルミのこいつを入れてやって、なくてもいけますけどね。まあとりあえず一応家に在庫であるんで使っときます。はい、でこれにねそれぞれのおかずを入れていきたいと思います。ではまずこちらにお米を入れていきましょう。今日はね、半合のお米を入れます。次はこのスペースですね。
うまい。さあそろそろ行けたかな。開封の儀どうやろう。おお。ん？あれ？おお。行けるかな。うわ。どうですか。いい感じにできたんちゃいますか。さあこれを盛り付けていきましょうか。半分残したこいつです。こいつに盛り付けていきましょう。まずはご飯。あ、ご飯もいい感じかな。これお、いいっすねこれ。でね、次ねカレーいきましょう。カレーどれ。あーいしょー。ナスビもねいい感じちゃうかな。いいね。これらを乗っけていきましょう。お、どうですかこれ。夏野菜カレー。ちょっと野菜の種類が少ないのはね残念だけどね。赤いパプリカとかもね入れたらよかったかもしれないんだけども、まあ十分ですわこれで。さあそれではいただきます。これが朝飯です。うん、まっ。うん、ナスビも十分、うん、火通ってますね。うん、あ、オクラも火通ってて美味しいですね。それではランチの方作っていきましょうか。まずはねお米の方ですね。先ほどと同じく半合。スーパーの方でこういうのを買ってきました。手作りつくね。まああのハンバーグみたいなもんですよね。これをちょっとこちらに移したいと思います。よし、これをちょっとね成形します。これうまいこといくんかなこんな。よっしゃ。あでもうん、いい感じに入ったで。はいはい。ほうじん石の辛口ちょっとかけときましょう。そしてチーズ。これがまあできたらね完成直前にかけたいところだけども、まあいいか。どうなるか分かりませんけども今の段階でやっちまいましょう。はい、下の膳は以上で、今回はね上の膳も作ります。上の膳にですねちょっとアルミホイルを敷きましてね、ここで魚を焼いていこうと思うんですね。鮭をねドドーンと乗せてきます。そしてね先ほど余った野菜があるんでね、それをねこちらに入れておきたいんですね。そしてこの一番端っこはね卵を入れたいと思います。ちょっとねあの野菜の方の味付けが寂しいんでね、これはちょっとこれをかけておきましょう。鶏にしれっと何でもこれかけたら合いますよ。さあそしたらこの上にねアルミホイルをかぶしていきます。そしたらこれでまたね固形燃料でほったらかし水産でいきましょう。あーちゃ、よし。さあこれでどうなりますか。乞うご期待。これね、ちょうどね右振り返ると目の前にバイクのねエンジンがあるんですよね。なかなかこの高さでねエンジンずーっと眺めるということもないんでね、たまにこうやって地べた座ってねキャンプしながら愛車のエンジン眺めるっていうのもいいですよね。特にこのセロの場合ね空冷エンジンなんでね、このフィンのね造形美がほんと素敵でね、うん、いいなと思いますね。固形燃料消えてからね10分ほど蒸らしました。そろそろいいかな。さあどうなってるか全く想像もつきませんけども、開けてみましょう。うん、
よし、開けてみましょう。そう、どうですかね。いい感じちゃいます。なかなか上の弦はこういう感じで、次下見てみましょう。おお、下、そこチーズがくっついてる。セッティングしますね。失敗せんようにね、繋ぎませんね。ここね、これさ、この輪っか前ね、この輪っか通さんと乗しとったんでね、ポトって落ちたんですよね。この輪っか通したらね、落ちないんですわ。もう下に通して端っこ寄せて、このリングね、このリング、それをカチッと言うまで、よいしょ、うん、OK。ほら、もう全然落ちない。ほら、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 落ちへん、落ちへん。お、大丈夫、大丈夫。このつくねハンバーグもなかなかいい感じ。今ご飯も当然いい感じ。これ、とりあえず成功ということにさせてください。あとはこれはね、落下させずに完食できたら完璧です。では、いただきます。チーズもいい感じやで、これ。あ、しっかり中まで火通ってますね。うん。うまっ。うん。魚も、鮭もね、うん。火通ってますね、しっかり。ほら、こうやって雑に持ってもいけますよ。全然いけます、いけますよ。ああ、怖い。ちょっと怖いけど。うん、落ちる様子がもうないですわ。よし。じゃあちょっと食べていきましょう。期待してた皆さん、どうもすみません。今回はいけそうです。はい。そんなわけでね、あとはゆっくりいただきたいと思います。